織さんは、相当な怖がりだと聞きました、女子ならではの怖がりエピソードを聞かせてください。ですね、私がその中途半端にがっつりじゃなくて、ほんと透けて見えるとか、体の一部とかが霊が、幽霊が見えてたりするので、逆に怖がりになっちゃうので、怖がりでそういうのがあるのに怖い映画とかでテレビ見ちゃうんですよね。で、見た後にやっぱり見なきゃよかったって思いながら、ついついね、ビクビク音とかすごいよく反応してビクビクしたりとか、逆にね、怖いんですよね。彼氏がエロ動画を見ていました。ギリギリ許せる動画のジャンルと、ギリギリ許せない変態動画のジャンルを教えてください。ギリギリか。ギリギリ、許せる。ギリギリ許せるとしたら、まあ、いろいろジャンルあるんですけど、スカトロかな。スカトロ、まあ私がする分ではないと思いたいし、そういうただの欲求、まあもし、求められても、まあ風俗私は行っても OK な人なので、まあそっちで解消してもらえたりとかね。まあ願望だと思うので、とか、面白半分で見てるかもしれないので、まあ、スカトロ、まあ、おしっこぐらいだったら、大ってなるとあれかもだけど、でも、ギリギリ許せるジャンルです。